水曜日夜7時になりました。ユーストリーム86 TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリフト8日ロケットです。今夜も8時まで8ロケにお付き合いください。はい、それではカノンちゃん、タイトルコールお願いします。はい、じゃあみんなで行きましょう。8日ロケットの8時まで8ロケット。ありがとうございます。改めましてこんばんは。友達ができない雨宮カノンと、かわいそう。はい、友達を作るのがすごく得意な8ロケの MC はお任せください、森山です。よろしくお願いします。イエーイ、MC トーマンです。イエーイ。そして今週も元気なガヤの皆さんです。イエーイ。どうぞ。はい、はい、習い事で一緒だった友達が、1年間高校同じだっていうことに昨日気づきました。ガヤ一番ミフです。ミフちゃん再会だね。びっくりした。感動の再会や。なんだろう。はい、ガヤ2番、君のは、知らない人と仲良くなることが得意です。君のマイカです。気をつけてください。違う違う、本当にもう関わることがない人としかね、なんかほっこりする話あるんでしょ。ある、話しちゃっていいの。いいよ。なんかバス待ってたの、そしたら目の前のおばちゃんがなんか探してたんですよ、床をなんか、どうしたんですかって声かけたら、ネックレスのこんなちっちゃいなんか部品を全部ばらまいちゃったらしくて、それを手伝って探したんです。わー、ほっこりした。すごいね。床を探したんだね。そう。じゃあハリマさん絶対そんなことしないもんね。出てくるかな、そんな話。出てくるか。やばい。はい。ガヤ3番、ですね、前にいる方に席を譲ろうとしたんですけど、ちょっと声がかけられなかったハリマレナです。ダメだった。私あるよ。はい。ガヤ1234番。塚本空です。待って待って、毎回1234ってやるとさ、そうじゃん。大丈夫。そう、考えられる数がね。で、聞いて、私の北極だし。ない。私、目の前歩いてる人がチャック全開だったんですよ、リュックの。あ、まあ、チャック全開で。リュック全開だったから、私がトントントン、チャック開いてますよって教えてあげたんですよ、私が。え、あんたじゃん、それ。そう、でもね、聞いて、私も愛想も小さい方だけど、小さい方のチャックなんだけど、愛想に言われたもんね。ちゃんはいつも空いてますからね。あ、基本とか空いてるよね。裏切らない。はい、まあ、ガヤの皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日花山しほちゃんはスケジュールの関係ではもうお休みなんですが、もうしほちゃん推しの皆さんごめんなさい。ごめんなさい。では、今日はこうやってフレッシュなね、配信ができるからね。お前がいるんだね。カノンちゃん、うちら自己紹介あるんだから。そう、私たち夢に向かってリフト8ロケフレッシュです。フレッシュ、フレッシュ、フレッシュ。いや、ちょっと無理がある。無理がある。でも29歳がいないから、ほら、あ、まあそうですね。今日の平均なんで低めでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先週末は8ロケフレッシュの単独公演と題したイベントを行ったわけですが、はい、これで見てフレッシュの皆さんどうですか。いや、もう本当になんかすごい、なんかやっぱフレッシュで、皆さんね、いつもは見れない、あの、なんだろう、ところとか見れたんじゃないですか。やっぱ推しがね、いなかった分、私たちの新しい魅力見れちゃったんじゃない。あー、で、なんかさ、特に何したとかある。しかも、はいはい、何だっけ。なんかさ、あのレア映像、その場に来た人しか見れない、あの昔の映像とかが見れたんですよね。みんな若かった。そう、若かったよ。あれだよね、なんだっけ、ビーチマイク。あー、ビーチフラッグ、ビーチフラッグみたいな感じでスタンドマイクを置いて、フレッドリームのおじさんを誰が取るか、力ずくでハリマが歌うっていう。ありがとうございます。それはガチ、あの、やらせなし。ガチガチガチマジガチガチだから、本当にガチ。そうです、やらせですね。でもさ、あの、初期の衣装とか着てたもん。あ、そう、もう7人で着れないですもん。やっぱフレッシュのメンバーしか着れないから。ごめんね。でもカノンちゃんが、その初代の衣装を履くときはもうズボンこのままでいいんじゃない。そうだよ。そうだよ。でもこのままでいいね。ズボン組このままで。そうだよ。ズボン組このままで。フレッシュの4人の公演はそんな感じだった。で、そのみふちゃんの回は猫耳つけ、そうなんです。そう、なんかね、そう、普段だとほら、やっぱりさ、
一つの案として出してもさ、うん、絶対みんな恥ずかしいって言ってさ、うん、ダメって言われちゃうから、うんうん、ね、6人もいるから、そうだよ、今しかないと思っていや結構もう首振りましたけどね、そう、私は自分だからっていう圧に負けましたね、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 超強いみんなめっちゃ可愛かった、あの空がさ、写真君の顔、ね、そう、そう、違う、キミナの中で猫耳優勝そらちゃんだった、やったー、可愛かった、メイクルームが出てた瞬間、あ、そらちゃん可愛いって、そう、やった、そらちゃん、私みんなの白猫になりますね、にゃんにゃん、白猫だね、白猫だね、白猫だね、フレッシュの公演すごい楽しかったわけなんですけれども、はいはい、やはりね、かのんちゃんとしおちゃんのお姉さんチームのね、単独ライブ見てみたい、見たー、見たいね、いや、もしさ、単独公演あるとしたらどんなことしたい、単独公演、なんかすごいやりたくないから、ね、すごいダメだよ、なんか一回感じるでしょ、いや、でもなんかレイトショーみたいな、あの夜中にやって、うん、あのさ、みんなで映画を一緒に見て、やだね、やだね、やだね、え、でも楽しそうじゃない、なんかそれで感想戦するの、え、待って、はい、楽しそう、え、夜中ってことはもうそのまま目閉じて終わる、あー、でかいよね、見てる間になるほどね、あ、フレッシュから1人出せるならば、そうですね、3、確かに、まあ、2、5だからね、今、そうだ、1人選ぶなら、どれ、1人選ぶならどれ、カノンちゃん選んでいいよ、ちょっと手出そう、みなお願いします、マジ、やっぱここはみほちゃんかな、イエーイ、やったー、やっぱ、こうに出す、いいし、みほちゃん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 、ちょっと4人で頑張るから、待って待って、じゃあこっちはフレッシュ、フレッシュ、そう、フレッシュ、ごめん、わかんない、ごめんね、フレッシュ、ごめん、四天王だから、うちら、そう、ごめん、全然4人でも8人で、いけるよ、いけるよ、あ、じゃあ、全然、よろしくお願いします、ね、めっちゃ、ね、ちょっと、ファンだったら、減っちゃう、減っちゃう、減っちゃう、激減、激減っす、5、6、7が揃った時点で、おい、お前が言うの、もう頼ろう、頼ろう、あ、4人頼ってくれた、ありがとうございます、そんな私たちなんですが、やっぱりね、7人揃ったライブこそがね、そうよ、ハチロケの新校長だからね、はい、そうですよね、やっぱハチミツロケットの大事なライブ情報をお伝えしたいと思います、はい、で、ここでちょっと私からの提案なんですけど、お、何、うん、あの、告知はこれから毎回ハリマさんにしませんか、おー、そうそう、それってさ、大変なことハリマに押し付けてくれてる、聞いて聞いて聞いて、あのさ、うん、ハリマの、あの、ハリマのコーナーあるじゃん、一旦コマーシャルみたいなやつ、うんうんうん、あれってちゃんと覚えてハリマレーナの、ハリマレーナの一旦コマーシャルですって、うん、はい、うんうん、でも、ハリマのコーナーをちゃんとやったのって、あの、グッズが出た時ぐらいなんですよ、そう、あー、まだ一回しかやってないんですよ、こんなにね、こんな目立ちたがり屋のくせに毎週できないコーナーでいいのかって思ったわけですよ、確かに、え、でも自分でなんかね、決めたけどね、コーナーね、まあね、まあ、そうだね、まあ、でも、でも、まあ、ハリマのコーナーがないとかまた言われちゃったら困るじゃないですか、めんどくさい、めんどくさいね、だからめんどくさい女だもん、やっぱね、ちょちょちょやっぱ告知も立派なね、あの、コマーシャルなわけですから、うん、確かに告知をハリマさんのコーナーにするのはどうでしょうか、やばい、これ押し付けられてるんだけど、大丈夫、ちょっとハリマさん、どうする、まあ、ちょっと、まあ、かのんちゃんだから、まあ、いいよ、なんだなんだ、なんだらいいよ、なんだらいいよ、やらせてくださいってほら待って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 、カノちゃんのエスキャラ出てきた、待って待って待って、ちょっと結構ほらやらせてくださいって言わないとカノちゃん、カメラカメラ独占したいでしょ、はい、すいません、私が悪かったです、このカノちゃんのちょっと大好き、カノちゃんのこの楽しそうな顔、友達できました、できません、出番となりました、はい、大事な告知ばかりですからね、しっかりとお伝えしてくださいね、はい、任せちゃって頑張れハリマ、頑張れハリマ、頑張れハリマ、はい、全国5000万人のハリマ推しの皆さん、こんばんは、こんばんは、はい、まずはね、ちょっとまあじゃあ自己紹介からしちゃいたいと思います、ちょっとおかしい、ちょっとおかしい、なんで自己紹介からしますね、まあ、いや、しなくていいんだけど、今日もあなたの視線を独占しています、瞳の独占率 100% ガールハリマレーナです、よろしくお願いします、ねえねえ、なんでさ、なんでささやかな声で言ったのちょっと、しかもね、みなさん、ねえ、してないから、見てないから、見てないから、じゃあ、はい、告知してくれません、ほんとにはい、じゃあそれでは参りましょう、ハリマレーナの一旦コマーシャルです、イエーイ、まずは4月26日木曜日、ハチミツロケットがついにスタプラの定期公演に出演させていただきます、
イエーイ、ついにですよ、ついに初です、初ロケとしては。そうだね、はい、場所はおなじみ秋葉カルチャーズ劇場さんで、19時開演なんです、時間が。なので平日なんですが、まあお時間に都合がつく方はぜひ遊びに来てください。さい、あれあれ、はい、今下がってっとこうコメントが出てる。待って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 、頑張れ頑張れ頑張れ。チケット販売に関しましてはですね、後日改めてはちみつロケートのオフィシャルホームページで、告知させていただきますので、よろしくお願いします。始まってるので、ぜひね、あ、始まってる、うん、もう予定合う方はもうどんどん告知させてください。はい、始まってますのでね、ぜひよろしくお願いします。ホームページってなしにするよ、ほら、いやいやいや、ちょっと待って待って、なしにするわよ。嫌です。はい、そしてですね、はちロケと HMV さんのメジャーデビュー記念プレミアムスペシャル、プレミアムキャンペーンとして、なんでプレミアムキャンペーンとしてスペシャルライブがあります。イエーイ。はい、場所はですね、東名阪の東京、名古屋、大阪です。はい、応募の締め切りがですね、なんと4月7日当日消印有効まで引き延ばされています。延長されています。延長されていますので、はい、ちょっとまだあ、ちょっと応募し忘れちゃったなみたいな、ちょっとドジッコちゃんのみんな、ドジッコちゃんのみんな、まだ間に合うから安心して。そうね、安心して。ハリマスはそんなにカメラの目の前立ってんのに目が合わないって話。自分に行くやん、めっちゃ自分の顔見てる。そう、カメラ目線にならないで来てる。私はい、透明版で日程も出てますからね。5月12日が大阪、5月13日が名古屋、そして5月19日が東京ということでね、皆さんね。はい、もうどんどん応募してください。応募です。オンラインからの購入でもね、ぜ、あの、お、応募可能ですので、うん、あれ、その通りでございます。ドジッコちゃん、ドジッコちゃんのな、応募してね、よろしくね。よし、オッケー。オッケー。はい、以上でハリマレイラの一旦コマーシャルを終了させていただきます。本日も誠にありがとうございました。長いなコマーシャル。次からはしっかりあのですよ、ちゃんとスケッチブックに書いてくださいね。スケッチブックに書いて、可愛く書いてくださいね。これさ、はい、余計な部分入れなかったらもうさ、2分くらいで終わる。本当だ。あんたの顔にもう書けばいいじゃん。待って待って。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ遊びに来てください。さい、お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、さあさあ、今週最初のコーナーはかのんちゃんのあの久しぶりのコーナーをやっていきたいと思います。おお願いします。はい、あばさんがみんなの悩みをちょっとだけ解決、アメミヤかのんの駆け込みあばさんでら。さて、今週はどんなお悩みでしょうか。じゃあみふちゃんの方からお願いします。読んじゃってください。はい、みふが読ませていただきます。新生活が始まり、新しい出会いが多くなるこの季節らしいお悩みになっております。おなんだ。たくおさんが投稿してくださいました。バイト先にロシア国籍の年上の方が後輩として入ってくるのですが、どうやって仲良くなればいいですか、とのお悩みです。なるほどね、難しいね。ロシアね、外国人の方っていうところでまずもうね、ハードルが上がるので、でさらに年上なのに後輩っていう、うん、なんかその複雑な感じね、国境を越えたから、これでこの今の状態で例えると、花山さんが外国人で29歳で、なのに知らない、私知らない花山さんで後輩として入ってくる、うん、すごいね。うわ、気まずい、すごい気まずい、複雑すぎる。一生で知らないロシア人の方が入ってくるってことだよね。どうしよう、分かってない、一回戸惑っちゃうかも。うん、まあでもそれね、お悩みを解決することにありますから、そうこのまま聞いてください。はい、まずはアマさんの意見を聞く前に他のメンバーの意見を聞いてみたいと思います。よし、はい、はい、ソラちゃん行こうか。いや、ソラちゃんは行って、はい、あ、それまたこれわしの、はい、待って、はい、行きます。オッケーオッケー。シャンチャララランタンタタララララ、みんな待った、お待たせ、ヒロインは遅れてくるの、プップーどうしたの。今日どうしたんですか。じゃりゃん。さあ、お悩みを解決したいと思います。はい、じゃん。毎日1日1回ナイスと言ってみる。おい、待って、待って、どのタイミングですか。ちょっと詳しく教えて。え、なんか例えば、だからそのおはようございますって挨拶は一応するんですけど、例えばなんだ、
あの飲食店ですか、まあ、じゃあ飲食店にしましょう、うん、あのお皿洗いしてますナイスとか言ってで、あとねちょくちょく褒めるね、そう褒めるの、褒められたらやっぱさ親近感湧くじゃないですか、なるほどね、そう、そう、そう、しかもナイス、まあでもまあビューティフルでもいいと思うんですけど、やっぱ綺麗だなんてね、まあ、そんなでもいいと思うんですけど、やっぱりね出てくるな綺麗だ、はい、まあ頑張ってください、やっぱコミュニケーションを取るのって大事ですよやっぱり、はい、そんなそらちゃんもナイス、そんなそらちゃんも友達作るのはめっちゃ苦手なんですよえ、だから難しくない、友達作るのって難しい、だから今回のクラス替えで本当に私人生がちょっと終わってしまうかもしれない、なんかさ、あのコメントでナイス通じないかもよって、それ英語だよ、英語だよ、ロシア語だっ、え、でも逆にあれだよね、外国人の人で英語だったら外れがないみたいなの、そうそう、ほらみふーちゃんが言ってるもんだってじゃあ今日からそらもうナイスって言うよ、そうだよ、ナイスって言うよ、じゃあ調べたらナイスって言う、そうだよナイスナイスいいと思います、じゃあ次、okay. 私が行こうと思います、ナイスナイス、ナイス私が考えた解決法、じゃらん、ロシア語を学べ、まあその通りですよね、正論でしょ、だってまあ結構正論だって、結局通じないんだもん、わかるなんかもう仲良くなる以前にまずさ、うん、学べって話ですよねだから頑張ってくださーい、ナイス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 、ナイス、じゃあハリマ行ってみる、行っちゃう、いやハリマのすんごいですよこれね、すごいよ、え、ほんとにハリマ、ハリマほんとにすごいから、ちょっとそんなハードル上げちゃって大丈夫、え、ほんとにハリマのやばい、ほん、え、じゃあ行きますよ、ハリマレーナはこちら、さりげないボディータッチで距離を縮める、怖い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 、なんで外国人、めっちゃ面白いこれ、いくよ、じゃあちょっと待って、おはようございますって入ってきて、おはようございます、はい、おはようみたいな、わかる、あのね、さりげないボディータッチ、はい、大事、一意見、うん、ボディータッチをする女は嫌われますえ、なんで、嘘、嫌われますよそういうの、え、そうなの、嫌われます、え、じゃあさ、ボディタッチならナイスって言おうよあ、そう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 、はい、ナイスあ、ちょっと待って待って、言ってないかもしれない、私がさ、後輩だったら絶対関わりたくないよ、うるさいでしょ、いや、そう、親近感湧かない、湧く、湧く、湧くよね、湧く、絶対嫌だ、やっぱさ、面白い、外国の方ってフレンドリーじゃん、そうだね、こういうの大事だと思う、いや、じゃあ日本人は壁を壊すべき、こういうの大事、なるほど、あなたも人見知りですよねそうだよね、みんな言うって人は人見知りだからさ、普通の友達が作れないです、じゃあさ、ボディタッチから始めよう、そうだよね、じゃあみふちゃん行ってみる、ボディタッチから、はい、私はですね、日本語なんですけど、ゆっくりはっきり話す、やっぱり あのロシアの方といえど日本に来てるから、多分日本語の勉強を少しはしてくれてると思うんですよ、うん、そうだね、だから日本にいるから、やっぱりそのなんだろう、自分で学んだ通りにその方が分かるようにゆっくりこんにちはとか、これはこうだよ、ありがとうみたいな、ありがとう分かりやすい日本語で話してあげると安心してくれるんじゃないかなって思います、あ、ね、でもやっぱりさ、なんかさ、この人は私と仲良くなりたいんだと思ってくれてそうな感じがするな、ね、いやさ、ナイスもめっちゃゆっくり言えばいいじゃない、なーなーゆっくり言えばいいじゃない、やだよやってみちゃい、これは組み合わせみたいな、すごいね、すごいね、いいかもしれないね、はい、キミノはモリリンと似てるんですけど、じゃん、そのロシア人の方にロシア語私わからないんで教えてくださいっていうのがいいと思います、え、だってさ、キミノはっきり言ってさ、なんかロシア語学べって言われたらめんどくさいから嫌なの、だから違う、なんかさ、ちょっと絶対無理なんだ、君の勉強とかできない人だから、そうだから一緒に仲良くもなれるし、一緒になんかね、コミュニケーション取ってこうぜスタイルで、それ素敵だわ、いいと思います、それが多分普通に多分仲良くなれるやつだと思う、こんな変にナイスとか言うよりはい、メンバーからね、いろんな意見が出ましたが、タクオさんや雨宮かのんが改めてお答えしたいと思います、私の答えはこうです、ででん、マトリョーシカを添える、意味が分かる、
聞いてください、ちゃんと深いの。あのなんかデスクとかに、デスクとかに例えばこうマトリョシカをポンと置いとくじゃないですか、うん、そのロシア人の人が見つけます、うん、あこの人なんかロシアにちょっと興味あんのかなみたいな、あのなんか心を開かせるため の、 あの、うん、ワンクッションみたいな。なるほどな、まあ、なく。でも多分アメミはこんなんだから友達ができないんだと思います。分かりました、分かりましたね。だってすごいね、難しいよね、友達作るのって本当に悩み、難しい、ね、私も悩み。いやさすがアマさんって言いたいんだけど。ちょっとでも一番今回ダメな、ちょっと誰が置いたって感じなの。なんかカンペが出てますよ、なんかしばらくいない間に空っぽくなったやっぱ、ね、発想がおナース、もう何なんだよ。なんやなんや、こっちでもいいわ。お前は何なんだよ。今日すごいね、今日ナース。ネタコンさん、いかがでしたか。いかがでしたか。いかがでしたか。役に立った立った。そしてアマさんからありがたいことをいただきたいと思った皆さん、まだまだお悩みを募集しています。はちみつロケットの公式ツイッターでハッシュタグ88のハッシュタグアマデラとつけてご応募ください。はい、アメやカノンがあなたのことを思ってお答えします。ぜひこれテノールだった、応募してください。待ってます。待ってます。行こうなんや、行こうなんや、ありがて、はい、うん、続いてはキミちゃんのコーナーです。キミちゃんタイトルコールをどうぞ。はい、キミのマイカの目指せチキピン無茶ぶりピンク。イエーイ、久しぶり、ありがとう。ピンキャラピンキャラパッタタッタピンキャラ。はーい、ほんとにうるせーけど、今日そらちゃんすごいね、テンション高い、テンション高い、常に自分のコーナーにしようとしてた。はい、このコーナーは君の舞花がアーリンさんのような完璧なアイドルになるために、あらゆる無茶ぶりに対応して、自分のコーナーですけど、チキピンの座をこの手で掴み取ろうというコーナーになっております。いいコーナーよ。はい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 、どうしたどうした。何何、私一つ言いたいことがあるんです。怖いよ、怖いよ、怖い怖い。なんか私このコーナーで君の舞花の本気をまだ見てない気がする。あらあら、ね、そうだ、そうだ、なんかいつもなんかお手本でやらされてる、お手本でやらされてる私。で私考えたんです、君の舞花を本気にやる気にさせるためにはやっぱり対戦相手が必要だなって。そうだそうだ、そうさせてみてはどうでしょう、リーダー。うん、好きにしてください。ちょっとあら、なんか興味ない、すごい、すごい、もうちょっと興味持ってほしいんだけど、なんか好きにしてどうでもいいからみたいな感じ出さないで。いいと思う。そうだね、やだよ。いやでもまあそんなね、勝てばいいんですよね。そうですよ、まあ、やる気出せますか、リーダー、チキピンなんで。あの子出ますけど平気ですか。うん、好きにしてください。おい、あれ、あ、今日ね、まあね、まあ、対決方法にすることによって、はい、まあ、よりね、盛り上がるだろうしね、うん、そうでしょ、いいと思います。よっしゃ、リーダーの OK も出たところで、さあ、今回の、気なんで、今回の、気になる、今回の、大丈夫ですか、盛り上がる、今回の無茶ぶりのお題を、はい、ちょっとレレさんが投稿してくださいました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回の無茶ぶりは世界一可愛い激辛グルメの食レポです。おー、おー、いいじゃないですか。どうやってみちゃん、まあ、辛いのは好きなんですけど、ちょっとそれとかっていうの、私が一番怖いのさ、リアクション取れなさそうじゃない、本当になんかさ、辛いの好きだからさ、そう、ね、無言で食べちゃう、ね、なんか辛いとか言わずに、あ、普通無で食べるからね。でもアイドルはさ、なんかやっぱり可愛いって言うじゃん。そうだね、でも美味しいみたいな、うん、そう、じゃそういう感じでちょっと可愛いですよね。うん、キミちゃんの対戦相手となるのは誰だ誰だ誰だ、ビジネスアーリンさんをして有名な、はい、マリナさんにお願いします。おー、待って待って待って、え、ビジネス、え、誰がそんなこと言った、え、全世界中の全世界中ビジネスって聞こえた。あれだってね、この中で本当に好きなの私だよ。本当だよ、ね、ビジネス、ビジネス、マイネスマイネス、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 ビジネス、ビジネス、マイビジネス、ガチガチガチ、リアル、リアルみたいな、リアルね。いや、みんなリアルだからね。そう、リアルね。じゃあさ、ハリマが対戦相手って聞いてどう、キミちゃん。うん、相手になんないかなっていう感じ。おぉ、いいよ、伸びるですよ、伸びられてるよ。じゃあハリマ心境は、やっぱり、やっぱアーリンさんの名にかけて頑張りたいと思います。なんでやねん、なんでこんなアーリンさんを乱用しないで、なんか
ますからね。違いますから。アイロンマンだ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 。悲しさを張りながら、すごいね、いや、今日ね、八六家に会えて嬉しいの。無茶張り対応したかどうかは私たちチロケメンバーが判定しますね。はい、はい、対戦相手となるハリマより可愛く、しかもアーリンさん並みのアイドルぶりを発揮できていたかどうかを判断できていたと判断した場合、私たちがねクリアの手を挙げさせていただきます。はいはい、7人中4人がクリアの手を挙げればコーナー存続、クリアできなければコーナー終了のポイントが1つ増えるんですよ。なんか聞いてないんですけど、このポイントがですね、5ポイント貯まったところですね、ところで君ちゃんのこのコーナーは終了。やばい、やばい、怖い。いや、次からハリマのコーナーになってるから俺。そうだよ、やばいよ。だから君ちゃん気合い入れて頑張ってください。いや、本当に頑張ってください。じゃあまずハリマからいきますか。じゃあ後ろもね、前の方で。そうだね、見たい。え、何、食レポだから座る感じ。じゃあいいですか、ハリマさん。はい、それでは世界一かわいい激辛グルメの食レポをどうぞ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。何、やっぱ可愛さ準備だよね。そう、準備が必要なの。じゃあちょっともう一回いきますよ。はい、それでは世界一かわいい激辛グルメの食レポです、どうぞ。はい、今から激辛の食レポをしちゃいたいと思います。イエーイ。あー、来ました。あれ、ちょっと真っ赤じゃない。あれ、ハリマのほっぺと同じぐらい真っ赤。どうしよう、困っちゃう。じゃあそれではいただきます。はい、あ、辛い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 。ちょっとお水いただきますか。ピンさん、ありがとう、ありがとうございます。あ、よかった。じゃあちょっと気を取り直してもう一回。あ、辛い辛い辛い。でもすごい美味しい。店員さん、店員さんのやっぱり愛がこもってるっていうか、この赤い色から店員さんの愛がすごいはみ出てて、すごいいいと思う。ハリマはここに来れて本当に幸せでした。ありがとう。以上でーす。まだ終わってないよ。え、待って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 、まだ残ってる、残ってる、残ってる。ちょっと赤すぎてハリもちょっと食べれないから、ちょっと魔法かけて今からピンクにするね。はい、ありがとうございます。これさ、世界一可愛い激辛で食レポじゃなくてさ、世界一ムカつくなんか激辛レポ。めっちゃおっぱいがさ、マジでさ、本当にイライラしてるの。なんでなんで、ちょっとすごいよ。やっぱハリは、こんぐらい振り切んなきゃダメだよ。そうだよ、これやられた。これやられたね、みんな。本当にやめすぎたわ、今。テンションのもう一回聞きたい、テンション。なんだっけ、なんだっけ。ピンソン、ちょっとって、くまでそい。途中、あの最初に入る君の前からの笑い声でちょっと前から声があるからね。あの君の前から笑い声めっちゃぶっさいからね。もうちょっと可愛く笑うね。やめて。じゃあ次は君ちゃんね。すごい、なんか声が詰まったもんね。次ピンクの、その、ピンクを作るために世界一可愛い激辛グルメの食レポどうぞ。はい、では食べていこうと思います。いただきます。いや、すごい、やっぱ赤って食欲をそそる赤ですよね。じゃあ食べていきたいと思います。食欲をしょしょる。はい、あ、ちょっと困ってます。ほら、本当にな。このカメラだよ。いや、本当美味しいです。いや、やっぱこれはプライベートでも食べに行きたいです。店員さん、ありがとうございます。どうすよ、どうすよ、どうすよ。どうすよ、どうすよ。以上ですね。いや、これはダメですよ。これはちょっと危ないじゃない。大丈夫これ。あれ、待って、これはしんどい。ちょっと張り物で判定は5人中3人が OK だったら判定に判定。そうですね。これは5人中3人が OK 出たらまあね、いいとします。でもどうだろうな、ハリマの行列すぎたんだよな。じゃ、結構ね、ハリマのね、別に可愛くはねえんだよな。可愛い人は違う。なんで、なんかコットですかって。
待って、違う違う、ちょっとあざとく言ってみちゃう。じゃあメンバーの判定いっちゃいましょうか。はい、無茶ぶりをクリアしたと思ったメンバーは手を挙げてください。せーの。まあ、それそうだよね、そうだよね、そうだよね。いや、あのちょくちょく噛んじゃうところとかは可愛かったよ。可愛かった。でもやっぱ照れがある、まだ壁がある。やっぱさ、ね、一回さ、店員さんにやってみようよ。なんかハリマグでさ、笑いすぎて泣きそうな。ハリマグ店員さん呼ぶやつやってみよう。店員さんって、え、なんだっけ、ちょっともう一回お手本見た。じゃあハリマグ、店員さんのお手本見せて。ちょっと辛くて、あ、食べない。店員さん。じゃあこれやってみよう。オッケーです。これだよね。これが試練だよね。最終でオッケーです。あ、ちょっと辛いな、店員さん。なんかね、うざいのよ。なんかね、うざいの、ね、うざいの、うん、そうかな。じゃあもう一回判断しよう。じゃあいいよ、今のハリマと君のどっちが可愛かったって感じでいこうか。OK。 究極。すごい可愛い。じゃあまずハリマが可愛かったと思う人。はーい。で、ね、ユニオが可愛かったと思う人。はーい。あれあれあれ。待って。ということで、はい、キミちゃんがね、あのこんな終了ポイントはギリギリ逃れたということで、今回は今回だけだよ。そうだよ、今回は本当に優しかった。優しかった。いや、さっきやったでもハリマのさ、ちょっと可愛くはない。あれは可愛くはない。そう、でもこんな食レポあったら見てみたいって思った。そうだね、本当にやってもらおうね。はい、キミちゃん、ハリマありがとうございます。以上、キミの前からの目指せ時期ピン無茶ぶりピンクのコーナーでした。イエーイ。ここからは先週スタートした塚本空の新コーナーです。それではね、ちょっと今週もやるっす。早いよ塚本空の塚本ドラマティックシアター。イエーイ。よー、待ってました。塚本空知ってますか？知らない。知ってますか？なんで知らない。アーカイブ見ろ。このコーナーの説明しちゃって、そらちゃん。はい、このコーナーは私、塚本空が与えられたお題に沿って3分間即興で芝居を演じるというすんばらしいコーナーとなっております。おっ、すごい。先週のね、あのお題は、はい、しおちゃんがおばあちゃんで、もう死にそうなおばあちゃんで、その孫っていう設定だったんだけど、はい、どうだった？でもなんかもう難しくて、なんか1分で終わっちゃったんですよ。ほんと文句しか言わねえよ。大丈夫？いや、もうでもほんとに時間足りなかったんで、今回はちょっとキュッと収められるぐらいに収めたいと思います。なんか柳原だけど大丈夫か。頑張ろう。すごいお笑いです。では今回空の相手を演じるのは誰ですか？モリリン。モリリン、聞こえてますか？あなたに歌ってる。最悪。もう最悪。いやー、何を見てるんだよ。やりたくない。頑張ろう、モリリン。今日も一日頑張ろう。頑張って。次の問題も言いたくないよ。それじゃあね、はい、もう咳込んじゃったよ。頑張って。どういうのが抑えきれない。今回の2人のシチュエーションをメンバーに即興で決めてもらえると思います、はい、じゃあ今回はカノンちゃん。おっ、私の役とソロの役を決めちゃってください。少しシチュエーションも、はい、分かった。じゃあ、うん、二人とも4歳児で、うん、幼稚園で、うん、おもちゃ取り合ってる。おー、あー、両方男の子。男の子、なるほどね。あ、今かのんちゃん友達できなかったから。あ、やばいけど。そういう、やばい、その頃に戻りたいって気持ちで。やっぱ幼稚園児ってすごいよね。コミュニケーション能力高いよね。じゃあ私たちが演じてみせましょう。お手本見せてます。そうだよ、そうだよ。頑張ってモリリン。ここ座るわ。じゃあさ、この緑のペン取り合おう。じゃあ大丈夫、抜けない？大丈夫、どうにかなるわ。よし、じゃあ、それでは、じゃあ私からね、私から雨宮太郎から出したお題、うん、はい、4歳児の男の子のおもちゃの取り合いで、はい、3分間の即興芝居を行います。塚本ドラマティックシアター開演。どうぞ。ペンさ、
お前さ、駄菓子屋で俺のうまい棒って売ったらしいじゃん。オレンのなんだけど、4歳児。オレンのだよ。オレンのうまい棒って売ったんでしょ。だからこれぐらい返せよ、オレンの。オレンのなんて言ってんだろうがよ。おい。お前だって お前だってさ、この傷お前にやられたんだよ。待って、そんなこと本当に言っていいと思ってんの？男の子まだ1分しか経ってないよ。頑張って。だからこれは俺のなんだよ。もうちょ待って、電車の声が聞こえる。ガタンゴトン。ほら、俺のって言ってるじゃんか。電車が俺のって言ってるじゃんか。ガタンゴトン、ほら、俺のだよ、これ。メディクットって名前なんだけど、この子メディクットって言ってんだよ。俺の母ちゃんメディクスだって。だから俺のだ。だからお願い。じゃあもういいもん。じゃあもういらない。やばいよね。ほら、お二人落ち着けなきゃ。そう、落ち静かになんな。要塞人。俺はトゥーパッ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 。そんなことないわねえ。心のドアを開けて心配してるの。会いたいわ、そばにいて。生まれ初めてあなたと会ったの。パッ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 。生まれて大変申し訳ございませんでした。ありがとうございました。もう死ぬかと思いました途中で。これは私あのコーナーがあのあるだからさ、そらちゃんのコーナーやるたびに多分10秒ずつ減ってくるやつです。やっぱアスカウトさんのレベルに合わせるのがきついです。めっちゃもう私も持たないですこの後。じゃ見てる分には結構見てる分にはすごい楽しい。めっちゃつらつら喋ってるもん。すごいね、親の引き方すごいね。いや電車も見てた。そうですか。やりたくはないけど見てて面白い。見てた。ちょっと皆さん後で誰が餌食になるか楽しみにしてください、ね。怖すぎる。じゃあやってみて。2人中しんどかったやっぱり。いやもうめっちゃ楽しくて本当に時間があっという間すぎて本当にびっくりしました。あのいつもあるからね。あの電車の何か途中で電車の音が聞こえる。ほらこれは俺のだ。俺の。意味わかんない。面白かった。メディキュットって言うんだけど。いやね、もうねこれはモノマネ王に変わる地獄の粉ですよ。すごい。いや本当にやばいわ。本当に当たらないね。ジョーカーが吹かれた気分。ねえ、まあね、来週は誰が空の餌食になるのでしょうか。以上、塚本ドラマティックシアトでした。ありがとう。いや来週あるとかなったんですけど私は。めっちゃ面白い。見てる分には面白いからね。さあね、そんな地獄の気持ちになってる皆さん、続いてのコーナーはなんと森山の、はい、コーナー、森山の世界は優しさにできている。待ってました。ちょっとね、先週このコーナーやってみたんですけど、はい、結構これ難しいんですよ。もう私もこれ探り探りでやってるので今、はい、ちょっとねこれこのコーナーもこの先どうしていこうかっていうのをちょっとまだ行方が分からぬままやってるという。探り探りでね。はい、要するに世界中に残る有名な言葉や格言をテーマに八六九流に言い換えてみようっていうコーナーです。歴史に残るような言葉や格言にはやっぱねふとした時に人生をたくつけてくれる力があると思うので、私たちもねそんな優しくて力強い言葉をね皆さんに残せるようにちょっとこんなコーナーねやってみようかなっていう。はい、なるほど。
とてもいいコーナーですね。絶対さ、先週いなかったじゃないですか。見てないですよね、絶対。見てないよね。見てない。先週は、あれだよね。泣く。そう。泣かぬなら、まる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 ほど。見た見た見た。あ、見た。ありがとう。なんか、なんだっけ、しおちゃん。なんだっけ。食べちゃう、食べちゃう、なんだっけ、食べちゃうからね、ホトトギス。ハートだから。今日の晩ご飯は焼き鳥かなって言ってました。私たちもね、言葉や思いを皆さんにお伝えする機会が多いじゃないですか。はい、だから、はちろけの言葉やメッセージを通して、この世界は優しだすね、見れるって思ってもらえます。あれだ、あれだ、あれだ、あれだ。そういうことか、もんちゃん。だよね。分かってる、やっぱ。分かってる。だいぶふんわりしてましたね。結構ここだけで通じちゃう。じゃあ、早速、今日のテーマを発表してください。はい。はい、今回の言葉はナポレオンが残した我が輩の辞書には不可能という言葉はないです。おー、有名ですね。はい、この言葉のね、我が輩の部分に自分の名前を当てはめて、はい、不可能の部分には自分流の言葉に置き換えてそれぞれ表現してみてください。はい。はい。あの、あれですよ、ハリマの辞書にはセンターという言葉はないみたいなのはダメだからね。言葉しかない。言葉しかない。言葉しかないっていうのがダメで。そう、センターはないっていうのはある。ありありあり。センターはない。まず第一位。あとセンターじゃないから、まず。だから、ハリマではセンターという言葉はないが一番似合ってるんじゃないですか。そうかな、私結構カスカスになってきてるよ。ちょっと早すぎちゃった。ちょっと早すぎちゃった。ドラマティック。じゃあ、スケッチブックに書いていきますか。はーい。まず、どうしよう、辞書っていう感じがね。辞書？そこですか？はい、辞書はやめるっていう字です。やめるっていう字に書くです。え、ちょっと、分かったかもしれない。めんどくさいんで、つかそらでいいですか？ありがとうございます。え、名字だけでいいんじゃないの？うっそ、つかそらって書いちゃった。ねえ、聞いてほしいの。君のね、ちょっとね、今ブログ書き途中なんだけどね、うん、こないだ、長いブログです。なんか、あの、漢字テストで、うん、え、違う、なんか学校からカー、ん？図書カードもらったの。いいな。何したんだろうって思ったら、うん、漢字テストをほぼ全部満点取った人にあげるって言って、学校からくれたの。素敵。すごいね。いいな。頑張ったの、君の漢字テスト。偉いでしょ。本当にどうでもいいわ。なんか褒めてほしいのかな。そう、それをブログに書くからちょっと褒めるコメントしてもらったらいいし。もうネタ言っちゃったなんて。ね、わしの辞書には何々という言葉はなし？はない。ない。という言葉はない。どうしよう。めっちゃ汚いなんか。ね、ちょっとさ。よし、かけた。え、じゃあ私から言っていいですか？いいよ。よっしゃ。じゃあ次私予約。はい。ででん。アメミヤの辞書にぼっちという言葉はない。かわいそうに。かわいそうに。やっぱそうやって言うしかさ、かわいそう。自分の気持ちをあれだよね、整理できないんだよね。有言実行で。そうだよね。そう、きっとないと信じてる。私も本当に本当に友達欲しい。大丈夫、まだみんなできてない辞書だって。多分ちょっとだけだよ。そうだよ、大丈夫。そうだよ、あの、みんなだけ、みんな友達になろうね。もしできなかったら私の家空いてるから。だから本当にみんな友達に。はい、はい、次。はい、そら。はい、つかそら行こう。はい、つかそらの辞書には偽りという言葉はない。お前偽りしか見ないから。あれ、やっぱりさ、私ってすごいさ、そのまま出ちゃってるから、そのなんだろう、全部素直っていうか素直だからいい子っていうか。ちょっと、ね、素直すぎて困っちゃってるんですよ。そう、まあでも、まあ、こんな感じ。あ、うち、いや、はい。何ですか？なんかすごい足引っ掛けてくる。だから今日もね、6歳児で、今日じゃない、昨日もね、6歳児にね、足引っ掛けられたの。その台に転んだの、めっちゃ笑われて、アハハハって。この野郎と思いながらね、その子は怪我しなくてよかったと思いますけど。あ、ほんとに。怪我しなくてよかったと思います。これも偽りでしょ？私、オッケー。バレちゃったとか言って。じゃあ次、はい、めっちゃ痛かったから、もう。大丈夫？すごい心配してる。してない。したいきまーす。ハリマの辞書には遅刻という言葉はない。おお。ふざけんなよ。待って待って、そうだよ、ホテルの時。ん？詳しく説明して。詳しく説明して。だから。何と思うのか。だから私は、まあ、2,3 回ほど遅刻をしました。3回じゃないよね。何ちょっと両辺。レッスンだって遅刻。15回。え、レッスンなんじゃない？何回遅刻してんの？いや、そんなそんな。私も遅刻したな。私は今日遅刻したけど。なんでそれ？え、ということで私は反省してこれからの人生遅刻をしないって決めました。はい、真面目です。真面目。
これがさ、もしさ遅刻したらハリマのコーナーなくなるか、あ、じゃあハリマ見切れてくからねえー、やだー。まあ、大丈夫、私失敗しないんで。ねらねねねねねね、戻って、もうそこにいないで、もういないで、あげろー、画面を占領しないでねえ、もう本当にさ遅刻するの女なのに、何仕事嫌なの。だからしないって。ケイちゃんとミフちゃんかけた？かけたよ。あ、じゃあどっちから行く？じゃあミフちゃん。はい。ミフの辞書には、気にしないという言葉はない。どういうこと？なんか気にするってこと？気にしちゃうよ。そう、なんか、なんだろう、良い、いいことも悪いことも絶対気にするっていうのかな。なんか、何か、いいこと言われたとしても悪いこと言われたとしても、ちゃんと自分の気に留めるし、他人が、なんだろう、友達とかが、なんか、あ、いつもと違うような気がするなって思ったら、それをちゃんと気にしてあげる。なんか、なんだろう。あれですね、難しいね。深いのか深くないのか分かる。やっとなんか、真面目な感じなのが来たっていうのは分かりました。うん、そう、そう、そう、いいですか？はい。ダンス間違えてぐちぐち言われるんならもう直してください。はい。ですね。それを気にしてください、ね。そこは気にしましょう。そこは気にしてほしいの。うん。はい。まあ、厳しいですもんね。ね、じゃあ、きみちゃんは？あ、待って、ちょっと今、きみちゃん書いてるね。きみちゃん書いてる。何書いてるんですか？やっぱ、すごいこと書いてるからさ、こうやってね。そうだから、みなさん合ってるのか、時間をね、かけてね。うんうん、きみの、そうですね、なんかちょっと待ってね、いろいろ凝ってるから、そう、え、待って、間違えたから2つあるんだよ、うん、あ、そうなの？大丈夫？頑張って、ガンガン落として、大丈夫？きみなさい。じゃあ、きみちゃん行っちゃう？はい、大丈夫？まっ、キミがギリギリまで書くな。はい、えっとね、うん、いや、どっちがいいかわかんないんだけど、うん、2つあるの。あ、キミのマイカの辞書に、うんうん、ダサいという言葉はないです。おー、あの、一応おしゃれ番長の座を狙ってるので。なるほど、はい、なるほど、なるほど。で、ダサいというね、うんうん、言葉はないというのと、そうか、まあ、私のライバルだ。じゃあ私のライバルだ。負けないから。待って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 、あと一つ言いたい。何でも、うん、台本やよ、台本噛むのもダサいです。だからそうじゃん。おしゃれ面のこと、おしゃれ面のこと。はい、もう一個あるの。もう一個は、なんだろう、の辞書にお腹いっぱいという言葉はないです。あー、ちょっとダメなマイク。なんかね、ほんとね、なんかお腹いっぱいなんだ。ちょっとしおちゃんがいないよ。しおちゃんのポジションと。しおちゃんライバルがなくなっちゃうでしょ。しおちゃんからさ、あの、やっぱ食べ物っていうもの抜いたらさ、ライバルなんだから。そしたらさ、待って、29歳ってものすごく怒られてる。なんで負けて。それはしんどい。なんかしおちゃんはさ、なんか美味しいものをほんとに食べるじゃん。なんて言うんだろう。美味しくないもん。なんか違う。あ、分かる。違う、なんか量じゃないの。そう、質を、君のは質より量なの。そう、質より量なの。だってこの前朝からこの棒豆腐食べたもん。ごめんなさい。すごいね。今日も牛丼食べてきた。ごめんね、ママ。ママに謝るじゃん。ここで謝るの。そうね、ママに最近太ったって言われてるらしいからね。あらら、やばいな。じゃあ、最後、あおちゃんいきます。あ、はい、頑張って。さぞかし優しいんでしょう。そう、一番優しい八六家の中で。ほい、頑張れ。ファイト、ファイト。じゃん。森の辞書には切れないという言葉はない。あー、まあそうだね、その通りだと思います。正論でしょ。私いつも切れてるし。でも大丈夫、これモリリンがさ優しくなるためのさ企画だけど。違うの、うん、ちゃんと意味があるんだよ。怖い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 。あの、誰かを怒らなきゃいけないんです。わかりますか？確かにね。こうやってみゆちゃんが振り間違えることも誰かが怒んなきゃいけないんですよ。まあそうですね、じゃないとだって確かに。そうです、永遠に間違えるってことですね。はい、それの役目に私が回ってあげてるっていうことです。怖い。本当は優しいんだよ、私。怖い。本当はそんなこと言いたくない。そんなお前らとかふざけんなよとか言いたくないけど。お前肌くん言いたくないけど。手肌れてんなとか。はい、前歯できてるね。顔がでかい。顔が丸いとか。首がない。こういうのはなんて言うんですか。こういうのはなんて言うんですか。でもやっぱ言ってくと、おなんか目が寄ってきたじゃん、ほら。まるで目が逆だわ。逆だわ。まるで目が逆みたいな。そう、だから誰かは怒る役目が必要なんです、うん、だからそれは私が勝手に出てあげてるっていうことなんですよ。そうか、やっぱ私のね、目が小豆みたいっていうのも誰かが教えてくれないとさ、気づけないじゃん。待って、そうだよね、やっぱずっと一緒に遊んでくれるのも面
ちゃん、はい、さっき君のあのサッカーボールと共に撮った写真があるんです。どっちがボールかわかんないね。そうだってだってじゃないと丸顔ってわかんないの。確かに大体だね。やっぱり自分を見ろよってことですかね。だから結局、うん、私は優しいってこと一番だからどいて。ごめん。優しいの、ね、私は優しい。なるほどね。はい、反発強制的に、はい、はい、はい、以上モリアオーバの世界は優しさでできているのコーナーでした。来週あるか不安だわ。いや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 どんなコーナーが出てくるか、どんなトークが飛び出してくるかは非常に重要なお楽しみ。題して八六家の丸々の話。はい、このコーナーは八六ロケットがあらゆるトークテーマに従って面白フリートークをしちゃうコーナーです。トークテーマはお題ボックスを引いて決めます。それでは丸々の話、最初のお題を決めてみましょう。じゃあ私が引きます。はい、どうぞ。デグ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 デンデン。今の前も出てるってちょっと面白いね。あ、本当。今食べたいものの話。いいね。おお、今もうあれだもんね、ご飯時だもん。めっちゃ重くて食べちゃった。え、のんちゃんは何食べた？あ、ごめん、あ、ごめん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 、勝手にほんと喋っちゃってごめん、ほんと大丈夫。超しゃぶしゃぶ食べてる。わかる。あのね、この前名古屋に泊まった時に、うん、あのしゃぶしゃぶ屋さんに行ったんです。行ったね。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。アイスも美味しかったの、デザートも、ね、美味しかったの。行った方がいい、みんな。え、なんかこうやってみんなでご飯食べてきてないですか、うん、あのハリマと同じテーブルになったら終わりだと思って。え、ほんとになんでなんで。私一回ハリマと同じテーブルになったの。 そしたらいつの間にかなくなってんの。もうねえ、待って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 。私は人を選びました。隣にしほちゃん、前にかのんちゃん、斜め前にそら。指名です、これは。待って待って待って、ここさちょっとはぶられてるから。じゃあのね、ここ2人でちょっと、ね、めっちゃ食べたもん。あのこないだ行って、こないだも一緒になんか店長が美味しいとこ連れて行ってくれたんですよ。そう、うん、その時になんかみんなもうお腹いっぱいって言って本当に食べるよね。そう、でもちょっとこの2人、うん、まだちょっとまだいけるなって思ってたの。行けるなって思ってたの。あのね、私の分析的にこの2人は絶対食べちゃうから。私もなりたくない、この2人と一緒になりたくないの、うん、自分の方が。みんながね、そうお腹いっぱいとか言うから、じゃあ私もお腹いっぱいって言わなきゃいけないさ、空気になるじゃん。本当は食べたいの。だから今回から一緒に隣の席になって一緒に食べようって話して。そう、そしたらめっちゃ食べれた。この2人揃ったら私無理だわ。そうそうそう、こうやってさ、よく食べる人と近くになりたくないってことは、やっぱりみんな食い意地すごいんだなって。確かに。え、そうじゃん。なんかゆっくり食べたいの。でもこの肉がもうないの。ないの。確かにそうだ。そんな変わるかな。そう、確かになんかすぐ私たちの机だけ綺麗になるんだ。そう、だってさ、2皿分食べてるよね。でもみねちゃんも結構食べるよね。そう、食べるね。隠れ食べるし、早いスピード、スピード感。もううちら写真とか撮ってるの遅いのよ。そう、写真撮ってないから。撮ってない、撮ってない。もうガチでなんで、食べる。アイス溶ける前に食うみたいな。もうなんかハリマ本当に人の金なら何でも食べる。そう、本当に言い方が悪いよ、言い方が。店長、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また連れて行ってください。サイン。はい、じゃあ次のコーナー行きますか。やだ、ハリマに絶対覚えてる。もう一個ぐらい行っとく。そうだね、もう一個ぐらい行って。じゃん。なになに、フレッシュの話。おフレッシュの話。これモリリンですね、多分。そうね、最近思った、最近思ったフレッシュの話しよう。そうだな、なんだろう、フレッシュ。でもやっぱりフレッシュの5人の公演超楽しかった。楽しかった。すごい楽しかったよね。やっぱセンターがいないとやっぱりさ、爽快感。そう、え、なんかセンター。前が見える。そう、誰でもセンターになれる。可能性があるっていう。なんかさ、みんな平等にセンターに回ってくる。そう。なんかカノンちゃんすげえと思いました。ね、位置的にもね、いい感じ。カノンちゃんすげえと思いました。難しいかも。そうよね。なんか今度あの、ババッシュでやるから。ババッシュ。ババッシュって公式に書けませんよ。書けませんよ。そうだよ。ホームページに DBA なんて書けないでしょ。書けないから、ね。でもフラッシュですね。フラッシュ。いいじゃん。フラッシュちゃんがね、フラッシュをしてたけど、どう思う？フレッシュ。フラッシュって何？フラッシュ、なんか、フレッシュのなんか文字ったみたいな。そう、フレッシュの目がな、眩しい。フラッシュ。どう思います、カノンちゃん的に。フラッシュ。フラッシュは。フラッシュ。まあ、なんでもいいんじゃないですか。やりきないやん。やりきないやん。まあじゃあ仲良くね、2人でちょっと。じゃああれじゃん、昼フレッシュ公演やって夜ババアでいいやん。そうですね、いいじゃん。うちらはほんとミッドナイトだから。なるほどね。え、絶対でも楽しそう、それも。ね、そうだね。
じゃあね、そろそろお時間ということで、はい、来週はどんな話が引き出せましょうか。ましょうから何これ引き出せましょうか。以上、ハチロケの丸丸話でした。イエーイ。そして締めはもちろんあの方のコーナーと行きたいんですが、残念ながらね、お休みなのでね、代わりにこんな占いをやってみたいと思います。おお、なんだ、トモイチ、すごい、結構食べるね、食べるね、はい、いいよいいよ。それでは行きますよ、ミフの猫占い。イエーイ。今からね、私ミフが3匹の猫ちゃんをあげていきます。皆さんはその中から好きな猫ちゃんを選んでください。はい、おー、はい、私が明日可愛がりたい猫ちゃんの順番で運勢が良くなっています。要はね、あのしほちゃんの炭水化物占いの猫ちゃんバージョンです。パクリってことですね。パクリね、要するに。いや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 、ものは言いようですよ。アレンジみたいなね。そうそうそう、アレンジね、オッケーオッケー。はい、じゃあ今日の猫ちゃんはこちらです。じゃじゃん。1、はい、日本ではおなじみですね、三毛猫。おお、あ、え、かわいい、三毛猫。三毛猫ちゃん、かわいいよね、わかる。で、2、アメリカンショートヘア、アメショーですね。アメショー、元気でかわいいアメリカンショート。え、なんか、あの、なんかさ、ペンっぽいやつ、そう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 、で、しましまとかの子が多いかな。からの、からの、意識深くなかったの、じゃじゃん、スコティッシュ。これ好き、足短いでしょ、足が短いでしょ、足が短いでしょ、耳がこうやってここってさ、折れてるさ、かわいい猫ちゃん。はい、え、絶対それが好き。あ、それでは皆さん、どれが一番いいですか。三毛猫。はい、あの、それしか知りません。お、そう、わかんないです。あら、ごめんなさい、三毛猫しか知らない、三毛猫しか知らなくて、周り渋谷の運勢見てください。申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない。で、まあ、第一志望ですよね。第一志望、三毛猫なんで。じゃあ2の人は、はい、おー、キムランのあれがいい、目が青い、アメッシュ、うんうん、かわいいよね、アメリカンショートヘア、アメッシュ、アメミヤババシュ。じゃあ、スコティッシュパウダー。あ、いいんだ、はーい、おー、押してる、一番好き、すごい、本当に好き、本当にかわいいのよ。なんで、なんで、かわいい。あのね、私スコティッシュホールドと混ざってる猫が、混ざって、なんか、あの、ハーフの猫がいて、ミックス、ミヌエットって言うんだけど、マジ、142万すんの、めっちゃかわいいの。ちょっとアイドルからそんなお金、ミヌエット、ミヌエット、皆さんも、あの、気になる猫ちゃんは検索してくださいね。はい。お、はい。なるほど。それでは、気になる順番。じゃじゃーん。ドキドキ。2位、じゃじゃん、アメリカンショートヘアー。普通ですよね、やっぱ普通が一番、ね、安定、そうね、安定の。何も求めません。かわいいよね。やばいなー。はい、ミフちゃん頼んだ、ミフちゃん、私たちの中でしょ。そして、1位は、じゃーん、じゃん、スコティッシュフォールド。イエーイ、本当にやっぱりね、かわいいのよ、本当にね、見た方がいいよ、みんな、うん、本当に、私さ、めちゃめちゃかわいいよ、言っちゃうけどさ、私猫アレルギーなんだけどさ、あ、そうだったんだ、触りてーぐらいかわいいぜ。でもさ、あおちゃん、足短いのマンチカンだって。あれ、え、そうだよね、スコティッシュフォールド足短くないわ、そういえば。あれ、マリリンだったけど、すっかりぶりですか。グレーのやつ、グレーのやつ、え、なんかグレーのやつ、いや、色なんでもあるよ、スコティッシュフォールド。マジ、やだ、耳が折れてて可愛いの。足短いやつ。じゃあ何ですか。じゃあ、じゃあ何なんですか。じゃあ何なんですか。ミケルコに入るよ。ミケルコに入る。1位がいい。はい、はい、は。残念ながら3位を選んでしまったのはミケルコの皆さんです。ミケルコの皆さんです。あ、違う。にゃにゃ。でも大丈夫。ミケネコを選んだ皆さんは、ハチロケの、猫耳姿の画像をみんなでシェアをすれば、明日はきっと幸せです。よっしゃ。ねえねえ、うんうん、スコティッシュフォールドこれだって。違った、私のタイプの子じゃないわ。じゃあミケネコじゃない。あれ、ミケネコ。はい、じゃあもう一回いきます。いや、じゃあもう一回いきますよ。いや、もう一回。でもミケネコも好きじゃない。じゃあ、え、そうなんだ。アメリカンショートヘアマジか。好きじゃないんだと思う。ああ、なるほどです。ね、犬じゃん。キツネの、キツネみたいな猫いんじゃん。アルメシアン。あ、めっちゃ可愛くない？ダルメシアン。キツネ飼いたい。ダルメシアンはね、まあ、で、猫の占いはちょっと難易度が高いかもしれない。高いもんね。まあ、今度から写真があったらちょっと嬉しいね。そうね。
じゃあまた機会があればできたらね、モリリンの好きな猫ちゃんの種類が出るといいな。じゃあ明日も頑張りましょう。はい、以上、みゆでした。忘れ込まれた。